ニューヨークのマンハッタンにあるタイムズスクエア。たくさんのデジタルサイネージが見られる。渋谷駅前の渋谷スクランブル交差点にある屋外用デジタルサイネージ4面。左から DHC チャンネル、q ーズアイ、クリコビジョン、109フォーラムビジョン。空港のデジタルサイネージの例。ジュネーブ空港の出発日に案内。デジタルサイネージとは、表示と通信に、 デジタル技術を活用して平面ディスプレイやプロジェクタなどによって映像や文字を表示する情報、広告媒体である。内蔵記憶装置に多数の表示情報を保持することで必要ならば、秒単位で表示内容を切り替えたり、動画表示を行うなど、多様な映像広告を展開できる。ネットワーク対応機の場合は、デジタル通信で 表示内容をいつでも受信可能である。別名として、ダイナミックサイネージ、インタラクティブサイネージ、ナローキャスティング、映像配信、音声配信、デジタルポップ、デジタルサイン、デジタル掲示板、デジタル表示サイネージ、デジタルコンテンツ配信システム、電子ポップ、電子ポスター、電子ボード、電子情報ボード、電子ディスプレイ、電子看板システム、電子掲示板、 電子広告版、流通向け情報配信、コーポレートコミュニケーションテレビ、イルミネーションサイネージなどがあるが、すべて同等のシステムの故障である。また、アウトオブホームアドバタイジングの別名もある。上記の点で、従来の紙のポスターや、同じ静止画を切り替えるだけのロールスクリーン看板、同じ動画映像を繰り返し再生するだけの、ビデオディスプレイと比べて、 優れた広告効果が期待できる。設置場所としては、ビルの壁面、デパート、スーパー、銀行、ホテル、映画館、アミューズメントスポット、病院、空港、駅、美術館などが挙げられる。一部の国ではすでに一般的なシステムとして成立しており、町の至るところで参見できる。また、その範囲は、公共だけにとどまらず、高速道路のサービスエリア、 鉄道車両の車内、大学のキャンパスインフォーメーションから、企業のオフィスにおけるデジタル掲示板として、その活用範囲は拡大している。また道路脇の建物に設置する場合は、そのポイントで渋滞がよく発生するかどうかも重要である。日本国内の例では、渋谷スクランブル交差点に面した4つの巨大な街頭ビジョンや JR 東日本山手線等の車内の、 トレインチャンネルがある。主に商業用途の広告や反則ツールとして使われているが、ホテルのコンシェルジュのような案内、相談ツール、駅や空港での案内版、学校や会社内、地域共同体でのコミュニケーションツールとしても使用が可能である。従来のデジタルサインレージ機能に加え、HD カメラ映像をリアルタイムで AR 処理をし、顔認識技術により、 性別や年齢を瞬時に判断、見る人に合った映像を瞬時に生成。視聴者に最適なアイテムを表示させることが可能なデジタルサイネージが増えてきている。また、楽天技術研究所ではデジタルサイネージと利用者のスマートフォンをつなぎ、利用者に合った最適なコンテンツの表示をプライバシーにも配慮した形で行うシステムを提案している。薄型テレビにはない。 新たな技術の実験場となる可能性が高い。立体映像技術や映像に合わせた香りを放つ装置、視聴者の有無や人数を画像認識により感知して、表示内容を変える工夫、携帯電話との情報の連携などが計画されている。広告であるため、技術に新規性があればそれだけで人目を引くという利点がある。米ニューサイト社では、 3D 表示の製品を世界市場へ向けて年間4000台販売している。また現在、開発中のペロブスカイト半導体であれば、RGB 各色のペロブスカイト半導体材料をインクジェットなどで基板上に塗布して、カラーフィルタの不要な柔軟性のある大面積のディスプレイが製造可能になる。ありがとうございます。